はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15体験版。エピソードどうですか？今回パート4かな？やっていきたいと思います。前回の動画から、結構モンスター狩りをして、レベルを結構上げました。ノクトが今16で、一番高いやつがイグニスの22。まあ、ノクトの体力も1000を超えて、まあ、1000を超えたあたりがね、だんだん FF らしくなっていくと思うんですけど、ちょっと戦闘のやり方とかもいろいろ、もう一回チュートリアルとか見て勉強して、パート1の時に回避運動がないとか、ないのかなみたいなこと言ってたんですけど、ありました。で、それでガードだけじゃなくてちゃんと回避運動とかもあって、あと、敵を切り替える時のロックオンとかもちゃんとできたので、まあもうちょっとバトルのシーンをうまく。見せていきたいと。思確かいまに、す。切り抜くちなょうら、ど来ちゃったな。抜きたくても抜やるけ気なない。いぞ。まずね、まとまって出てくるので。あ、待って、めっちゃ来たな。こう。テンペスト。で、これでかわせる。痛い。もう一回テンペスト。あ、待って、めっちゃ敵いるな。かわして槍が打てなかった。あ、 MP が足りない。痛い。ちょっと待って、逃げる。逃げる。待って、逃げる。これは無理だ。こんなに多くは出てくるなんて聞いたことがない。逃げた。ちょっと、あんなに敵が出てくるとは思わなかったな。バトルでとりあえず回避運動が分かったっていうのと、あと、今、アイテムの食材が今、ガルラの肉しかなくて、これキャンプアイテムで、肉しかないのはちょっと料理が作れないらしくて、これはアルストタケっていうのと組み合わせることで、料理が作れるので、今、それでキャンプやってみたら、まさかの直火焼きのパンだけ、無茶すんじゃねえよ。出てきたので、ちょっと今、食事しても何もスキルが当たらない状態になってます。で、なんか、レベル上げとかしてた時に、ここになんか、猛獣到達にご注意？こっちにもモンスターいるじゃん。よし、戦ってこいよ。いや、っていまうサだブクいエるスこトとないでが、しょ。出たので、ちょっとこれ、やっていこうかな。本来の今の目的地は、貧乏王子の修理代稼ぎ。一応スモークアイ前回戦ったんですけど、一応また再度戦うってこともできるけど、まあ負ける気しかしないので、今は無理です。で、今のところこの拠点チョコボポストウィズっていう、まあちょっと結構遠いところにあるんですけど、ここが目的地と、あと、で、今のサブクエストがこれだ。唐突に表されたハイヤー。すぐそこだから。ちょっとこれやってみよう。ちょっと、王立軍に、ガルラに、唐突に、ちょっと、とんでもない襲われ方しちゃったけど。これか？唐突とか。やろう。入れて。で、ロックオン、一体に絞ろう。テンペスト。もう、トーテツなら普通にやれるかな。オッケー。あ、で、嫌な音がする。もう 人造兵超しつこいよ。イグニスもなんかやられてるし。はい。で、プロンプト。早く、トーテツやっちゃおう。
け。あ、さっきの軍っぽいのはどっかに行ったのかな。待って待って、まあ、ロックオン大事だな。カメラワークが結構難しい。待って、また来たな。さて、はい、ハイヤに入ろう。あ、なんかある。錆びた金属片って当鉄そこにいたし、なんかハマってるし。ここから、あ、ここから切れる。ここから切れる。すごい。オッケー。よっしゃ、よくやった。オッケー、モンスター駆除。軍だけだったらやれるんだけどな。あ、なんか車かなんか走ってる。ここ道路もあって車も普通に走ってると。さて、じゃあ本来の目的地に行ってみようかな。なんかすんげえ遠いんだけど。チョコボビーズ。え、待てよ、先に、車の修理場、どんな感じなのかちょっと行ってみようかな。車の修理場行ってみよう。ちょっとトレーラーとかにもいた、例の、整備士の人も、いると思うから。あ、モロ道路だ。あの黄色い、あのガルラの中に混じってるあの黄色いやつ何なんだろう。この辺も夜は危ないのか。多分な。休む場所も考えて動いた方がいい。夜になるとなんか。スタンドってどこも同じ感じなんだな。同じっつうか旧世代の形だろう。あれ。オートでは確かに見なかったしな。あの空気がいいよね。サブクエストとしてちょっと立ち寄るのが増えたな。パート3までずっとこの森の中うろちょろしてキャンプ焚いてたりしてたの、してたから。いかにちょっともうちょっと開けたところに行って。夜になると軍がたくさん来るらしいんだけど、昼間でも十分軍たくさん来てないか。気付けろ。とてつやっちゃおう。これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられる。とどめ。どこだ、トーテツ。トーテツめっちゃチョコバが動くな。オッケー。オッケー、兄貴の振り下ろしがめっちゃ痛そうだわ。予想通りの結果だな。一段落ってやつだな。え、ここがスタンド。あ、車行った。あ、人普通にいる。あの、この世界で意外とすごいと思ったのが、車がちゃんと、車がちゃんと左通行なんだよね。偏らないようにな。特にノクト、野菜も頼め。まあ、考えとく。ここの店は辛いやつあるかな。あ、シドニー、あれ来たんだ。みんな修理進んでる。もちろん。安心しなよ、あと少し。そっちはどう。修理費用はもう少し待ってほしい。待つのはいいよ。ごめんね、さすがにただでは厳しくてさ。ま、壊したの俺らだし。この子ね、やっぱり育ちがいいんだ。下手な部品じゃ全然合わない。直すからにはきっちりやっとく。結構破格なんだよ、それでも。だよな。感謝してるぜ。支払いに上乗せで飯でもおごるさ。ならじいじに。壊れたって連絡したら、とにかく怒りまくってたから。
どうした？こんな高級車でね、こんなところ走り回してんだもんね。もっとなんかオフロードカーとかにすればいいのに。このシドニーって人が直してくれてると。他になんかあるかな、ここ。宿泊。レジャートレーラーの宿泊にはギルが必要ですが、経験値ボーナスが付きレベルアップに効果的です。ああ、お金はたいて止まるってことか。あ、で、ギルの方はオプションメニューの右のマップの下のところに、今400ギル。貧乏。めっちゃ貧乏。あ、なんかある。金属片。スタンドの中には入れるのかな？ショップ&カフェ。なんかある。アルスト、チッチ直送、絶品ガルラ肉をご賞味あれ。ガルラ肉ならね、今手元にね、239個あるわ。なんか。いい車を、これまたいい女が直す。兄ちゃんたちさ、いい光景をありがとな。ショップではすべての食材を、すべての食材を揃えることができます。食材を組み合わせというさまざまな献立を試しましょう。あ、安い。で、その前にね、いらないものたくさんあるから、換金素材大量にあるんだ。売ろう。ん？あ、トーテスの爪めっちゃあるな。ごめん、後ろから76個、売れない。で、本当はすげえいろいろ売ってる。ポーションちょっと、買っとかな。仲間が仲間を回復させてる時もちゃんとポーションが消費されてるので、ポーション大事だな。でも結構高いな。5個買っとこう。あ、で、めちゃめちゃガルラの肉あるから、じゃあめちゃめちゃキノコ買っとこう。ちょっと他にも食材はたくさんあるけど、どうしようかな。ちょっと、他の料理も気になるから、シギハム1個と、これは、エピオルニスの卵。エピオルニスの卵。これ1個ずつ買って、じゃあ行こう。ありがとう。どうも。いろいろ置いてあるね。エボニーコーヒー品切れ。帝国封鎖戦の影響で入荷が遅れています。あ、一般ピーポーが食事してる。へぇー。広大な湿地帯を可愛いチョコボで駆け巡ろう。あれ、チョコボポストウィズって今、メインのクエストの目的地とされてる。ところで、チョコボ乗れんのかな、もしかして。こういうのにはさすがに乗れないか。なんか一般ピーポーから話聞けないかな。お兄さん、お兄さん、なんか儲け話ないかい。やっと着いたな。あ、おじさんだった。俺、もう動けません。しばらくここで休みますよね。休む休む。私もさすがに疲れたよ。お兄さんじゃなかった。全然お兄さんじゃなかった。じゃあ修理はお願いします。ちょっとここで宿泊してみようかな。レベルも上がるということで。休むか。あ、中は見えない。あ、経験値足された。あ、すんげえ足される。1.5 倍。翌日。いいね、これ。さて、じゃあ、こっから別に乗り物が調達できるわけでも。ないので。
このトラックを乗って GT みたいにぶっ放すことができるわけでもなく、対向車を止めて運転手降ろせるわけでもなく、これ目の前に突っ立ったらどうなるんだこれ。あ、違う、すいません。で、本来の目的地が、スモーク街の住処は一応ここなんだけど、結構遠いね。結構遠いけど、じゃあちょっとカット交えて、1キロ先を、どこで、行きたいと思います。ああ、また人造兵が来てる。人造兵効率良すぎでしょ。嘘。そっちから襲ってくるか。高っ。テンペストだ。テンペストになんかあの、FF13 でいうエリアブラストみたいな効率の良さがある。こいつをやっちゃう。OK。テンペストだ。体力が減ってきたらドレイン剣で体力を奪う。奪えなかった。いて、あ、 MP が足りない。あ、なんか来てる。かわしてパリができない。シビアだ。人造兵。終わりか。OK。無事に済んだ。体力は減れば、減れども、乗せてはくれませんかね。減れども、死ななければ、またバトル後に回復していくと。さあ、遠いな。なんだこれ。思い出帰る？帰る？あれ？あ、これか。その昔9匹しか捕まえられなかった因縁のカエル。え？こんな道端にいるの？そんなカエル。立て直そう。倍返しな。えい、とどめ。スレイゴだ。終わりだ。あ、やっと着いた。ここに来るまでにモンスターやらと人造兵たちに 4,5 回襲われたんだけども、で、あの人造兵とかはあの、いろんなモンスターを倒した時にあの、あ、チョコボいる。わかるのか。なんとなくに決まってんだろ。モンスターとかをあの早く倒すとあの、え、あの経験値ボーナスがついて、結構効率よくオリツ軍だっけ、地蔵兵たちは倒せるようになってきたので、あのボーナス 200% だとかついてだいぶ経験値は溜まってきてます。で、ここでなんか仕事ねが効くんだっけ。お兄さん方は旅の途中かい。いろんなとこをじっくり見て回るといい。だが近くの洞窟にはあまり近づかんように。世の中には危険な場所も多いからな。
お、目的地情報更新。洞窟？あ、なんか、ハテナ増えてる。フォッシオ洞窟。あ、ここでなんか仕事をくれないかとか言うんじゃなくて、情報を収集した。なんかある。あのギザールの野菜がお菓子になった。新発売ギザールスナック。ショップではなんかくれるかな？チョコボに乗りたいのかね？すまんが、まだ準備ができてなくてな。あ、チョコボにも乗れるのかな、いずれは。いずれ乗れるのかな。ちょっといらないもん売っていこうかな。毎度どうもな。お、チョコボ。乗れはしないんだね、やっぱ。野菜置いてある。で、ここにもなんかキャンプできそうな建物もあるけど、あ、でも経験値今すげえ溜まってるから、ここでキャンプした方がいいかな。で、じゃあなんか今回、すんげえカット満載で、行ったとしたら、こういう、ぐらいで、まあ、ほとんど移動だったんですけど、まあ、とりあえず次回、洞窟、行ってみたいと思います。じゃあ今日はここで休んで経験値を還元しよう。休むか。どんくらい止まったかな。結構人造兵倒したよ。あ、5577が 1.5 倍。素晴らしい。すんげえ上がってく。25、イグニス、ノクティス21。はい。あ、プロンプトもついに1000を超えた。いいね。じゃあ、次回、向こうにある洞窟に、金目のものがないか、探検しに行きたいと思います。じゃあ、今回はここまでで、ご視聴ありがとうございました。